チース。さあ、ということで、はい、本日も色気カナダということでね彼女欲しいっていうのを常々言ってる。欲しい、うん、一個思うのは、はい、付き合い方ってわかります？どうやったら付き合えるかっていうか。それはさすがにわかりますよ好きって言うんでしょお互いに好きとか言うんでしょ。告白とかするのかしないのかとか、うん、するよ。はい、俺告白された子で付き合ったことないの。ああ全部告白してる。ちゃんとじゃあ言えるんすか。言えるよ俺、駆け引きできないの。で結構俺も好きってもう結構早めに言っちゃうんだよね。普通にご飯屋さんとかね飲んでて結構もう序盤で会話今のめっちゃいいわってなってめちゃくちゃいいわめっちゃ好きだわって言っちゃう。それなんだ。何回かご飯行った時に飲んだ後お会計終わって歩いて帰る時に好きですっていうパターンもあるしね。二人っきりでご飯行くのはもうそういう感じの人としか行かない。そう、俺はもうそう。いいなと思ったらまずご飯に行く。ご飯行ったり飲み行ったり。じゃあ、カナダさんに誘われたら、二人っきりでご飯行こうって言われたら、カナダさんはもうそういうつもりってこと？もうそういうつもりですよ。見込みがあるから告白することが多い気がするんですけど、世の中の人って。そうじゃなくてもしちゃう。俺は全然するよ。好きだったら好きっていう。結構。男らしい。俺結構もうでも、そうなったら結構自分でこう、テンション上がっちゃうから。もう、お願いしますっていう感じ。よろしくお願いしますっていう感じ。それは、でも失敗したことありますか？全然成功してない時もあるよ。いや、めっちゃ今の可愛い。いや、めっちゃ好きです。はい。あ、ごめんごめん。何が？いや、髪型が本当に素敵でね。彼氏いるんですか？うん。あ、そうなんだ。言ってよ。え、本気で言って。いや、本気よ。え、本気で言ってたんですか？本気よ。あ、ごめんなさい。そうか、それ聞いてなかったね。っていうパターンマジであるから俺これ今のパターンマジであるからなぜか彼氏いないものだと思い込んでて、はい、ご飯行って好きですって言ったのよ、はい、そしたら彼氏いますって言われてうわそうかそれ考えてなかったで彼氏はどういう人なのみたいなもう方向転換してもう聞いたらDJ ですって DJ 会ってなってそれなんですかそれ DJ 会って DJ だと何なんですか。いや DJ っぽくなかったのよその子がDJ と付き合う子っぽくないどちらかというともの静かな感じの子だったからDJ かDJ なのか面食らいまくって。何それ どこでねクラブですって言ってえクラブとか行くのみたいな。はい、あ、そう。でもその後も好きだったけどねでもその後も好きだったけど結局ダメだった振られちゃった言っちゃうんすよね。そう、俺だから言っちゃうのよ。ほんとカッコつけてるとかじゃなくて俺がもうなんていうの気が済まなくなってくるのよ、はい、もう言わないと後悔すると思うからよろしくお願いします。これそうなるともうダメだったらもうダメだったらもうあ DJ あああっていう感じでもうそそくさと逃げて帰る。電話だよね。電話当時古希でね電話で付き合ったんですか。うん、彼女は古希で付き合ったなんて言ったんですかそれ。あ、だから親が出て時代ですね。そうで何々さんいますかおいおってなって出て何々だけど好きです付き合ってくださいってやつだね。いわゆるそしたらはいで電話では結構話すのに学校行ったら一言も喋らない。うわ恥ずかしくて。カノンさんっぽいですね。掃除当番二人だけなのに何にも喋れないって。喋れるそんなチャンスなのに喋れない。そう。あ、分かったよ。二人で行くとしたらなんか田舎の方とかおしゃれなご飯屋さんとか田舎あるじゃん。車で回ったりとか。そういう方がいいよね。デートもすごい失礼ですけど、うん、下手だったじゃないですか、うん、
この間も、うん、まあ、あのあれだけでしょ、極端よ。いやいや、あんなもんじゃないですよ。あんなもんじゃない、プランみたいな手札がいっぱいあるってことですか。あるよ、何度も言ったじゃん、静岡に行くとかさ、新潟に行くとか。県で言われるとちょっとよく分かんなくて、静岡はやっぱ何でもあるから。山もあるし、うん、海もあるんで、静岡も。そう、そういう静岡県を丸々遊ぶってことですか。一応そう、丸ごとデート、静岡丸ごとデート。そう、ツアーじゃない。そう、ツアーに近いかもね。で、車でバーッと行けるしさ、伊豆の方とか素敵じゃん。ペアルックと同じ格好をしたい。やったことないけど、好きだったらやっちゃうかもね。うん、意外。ごめん、嘘ついた。今格好つけてた。本当です。絶対にやらないと思う。ペアルックとか。よかったです、もっと。言ってくれて。うん、ごめん。嘘ついたままいい。今嘘ついたの一瞬で分かったわ。はい、俺、ペアルックとか絶対にやらないし、人前でイチャイチャとか絶対しない。手つなぐのももう。人前ではつながないんじゃない。やっぱその田舎道とか行ったらつなぐんじゃない。街歩いてるときに手つなぎたいって言われたことないんですか。それで一回揉めたことある。ですよね、うん、それは揉めると思います。いや俺無理だからっていう。そしたら向こうは怒ってなかったですか。うん、チュドーンみたいな言い方してる。チュドーンみたいな言い方してたから、でごめん、俺はそれ無理なんだと。そういう人前でイチャイチャとか、そういう手つなぐとか嫌なんだと。それは何が嫌なんですか。人に見られるのはあんま好きじゃないから、好きな人といるの見られたくないから、あんまり。いやもうそこですよね。俺も今ずっと思ったの、うん、あ、中学生のあれだと思って。あれなの。中学生のあれですね。あれ強いんだよね、まだ。36まで。手つないでたら多分、誰かあれ、ね、来たら、おうって言って手離すと思う、多分。クラスメイトに見られる、うん、だから知り合いにもしかしたら会うかもしれない。そう、知り合いに会ったらなんか、あ、彼女ですって言うけど、それが見られたくないですね、うん、見られたくない。彼女できたら、うん、このチャンネルで言ってくれるんですか。こんだけこの話して、うんうん、言うよ。なんか急に結婚とか言われても、あ、じゃあ言う。彼女できたら言う。無理だなって思うと思います、うん、そんな。彼女できたら言うよ。おー、うん、言わないな、多分。多分言う。言う。いやもう言わなくてもいいと思うんですけど、うん、そうね。結婚を最初でここで発表するとかね。うん、まあ結婚はもちろんこれでいい。最初リリースより先にこう。もちろん。もうでもやばいからね。36だからね。とにもかくにも結婚相手を見つけたい。そういった感覚でいます。皆さん祈っていただきたいと思います。果たして何の動画だったんでしょうか。おつんこ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。